学園アイドルマスター、はい、皆さんこんにちは、のっつおでございます。ということで今回ですけど、こちらの作品やっていきたいと思います。学園アイドルマスターというですね、新しいアイドルマスター作品がですね、登場したということで、まあ、配信されたということでやっていきたいと思います。なんかね、知らん間にアイドルマスター最新作出てて、ちょっとびっくりはこいてなっていう感じはするんですけども、まあシャイニーカラーズから何年、5、6年後ぐらい5年か6年ぐらいで最新作ということで、まあ今までね、ナムコオールスターズとかシンデレラガールズとかミリオンオールスターズ、サイド M、シャイニーカラーズで、その間になんか VTuber 的なね感じの3人組が登場したりとか、その後にこの学園アイドルマスターっていうのが配信されたみたいなんですけども、まあどういったゲームなのかちょっとわかんないんですけども、やっていきたいなというふうに思います。いくぜ。お主が入学したこの学園にはアイドル科、すなわちトップアイドルを育てるための学び屋がある。なんだこら。生徒をスカウトし立派なアイドルに育てるのがお主の仕事というわけじゃ。なんか始まったわ。ダウンロード中のあれか、 3D 調なんだ。まあまあ今の技術はもう進歩し続けてるからすごいんだよね。なんかアニメみたいなんやかあったじゃん、なんかアニメっていうか、1話2話3話4話5話6話僕は5話ぐらいまで あったかな。途中2話3話見たんだけどな。3分4分の。タップトゥースタート、いくぜ。動画を終了し次に進みますか。動画は後から視聴できます。視聴するかじゃ。そんなこと言うな。だんだんだがだんだんだんだがだん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 だがだん。悔しい。あなたをプロデュースさせてください。これま、あの PV かもな。PV だったら見なくてもええか。そんなに言うなら見せてあげる。偽物の天才が夢を叶えるところをね。ファンを大切に。あ、ファンサ。ファン。ファンサを大切に。あ、そっか。アイドルゲームなんで。1位やら2位やら3位やら、まあ、なんかもう今までのアイドルマスター見たくあるんだよな。これはあれか、赤の子ってことか。ちゃんと、まあいっか、これもう、まあいいでしょ。見る、まあ、見るなら見ようか。みんながそう言うなら見よう。プロデューサー、そこで見ていて。この私の一世一代の悪あがきを。アイドルマスターか。なんかそういう話もちょっと始まってからやりたいけど、なんか PV ムービーなんかムービー終了してもいいですかみたいな。なんかさ、タップトゥースタートタップしたらもうなんか勝手になんかこう切り替わってくれたらさ、なんか押しとどまらずに何先に行くんだけどさ、スキップしますかみたいな。はいかいいえの選択出すのやめてくんね。学園アイドルマスター。あ、これで終わりと。なるほど。おお、初星学園。それは私たちの永遠の憧れ。チコンクチコンクン。星のように大地に咲く花のようなみんなの心を。夜空に輝く星のようにってなんかサイド M の曲なかったか。優しさを優しく包み込んでいつも笑顔にしてくれる、そんな素敵な人になりたくて、私は初星学園の門をくぐりました。新入生代表による挨拶が終わる。入学式の厳粛な空気、心地よい緊張感、いよいよだ。
数々のトップアイドルを輩出してきた国内最大のアイドル養成校初星学園。ボリュープロデューサーとして俺の新生活が始まり。ふふふ、はははは、おおふふふふ、しゃべるんかい。よくぞ来た、若きプロデューサー候補生よ。俺もあれなんだ、見習いなんだ。わしは十王国を、この初星学園の学園長じゃ。十王国を。さて、お主の名前は確か。プロデューサー名はこちらでよろしいですか、ノッツォ。オッケー。そうであったな。お主が入学したこの学園にはアイドル科、すなわちトップアイドルを育てるための学び屋がある。だからまあ学園長、まあ社長みたいなもんだよな。アイドル科の生徒をスカウトし、立派なアイドルに育てるのがお主の仕事というわけじゃ。そう、お主は学園の生徒であると同時にアイドルを導き育てるプロデューサーでもある。え、生徒？職員とかじゃなくて？勝手に大人かと思ってたけど。優秀なプロデューサー候補生をさらに強化育成する場。なるほど、アイドル化とプロデューサー化みたいなのがあるのかな。それこそが我が校が推進するプロデューサー化制度なのじゃ。あまたの難関を突破し、わしの前に立っているお主には今さらな話であったな。まあね、何にも簡単、いや何にも難しいことはないんだよね。このアプリをダウンロードして開いただけっていう。今後の活動については担任教師から聞くとよい。勝手に俺教師かと思ってたな。プロデューサー、お主の活躍に期待しておるぞ。同年代、ちゃんとその何、そのプロデュースするアイドルの子たちと同じ年代なんだね。今までなかったんちゃうか、そんな。はじめまして、プロデューサー君。初星学園プロデューサー科へようこそ。アサリ先生、勇気、努力、勝利。私は君の担任を務めるネオアサリです。ネオ、アサリ先生って呼んでくださいね。アサリ先生。さあ、いよいよ今日から君の学園生活が始まりますよ。いよいよか。プロデューサーとして、生徒として、実り多き日々を過ごしてください。実りある勝負にしよう。では、早速初仕事です。私に教えてください。え？君がプロデュースすると決めたアイドルのことを。なるほどね。最初にプロデュースするアイドルを選択してください。アイドルマスターにも、まあ、ポケモンとは違う、ポケモンとなんか似たようなね、なんか御三家ってみたいなのが、まあ、いるんですよね。なんか信号機って言われる最初の3人っていうか、それぞれアイドルマスターズ作品ってなんか属性があるんですよね。なんか、まあ、要はポケモンでいう炎、水、草みたいな感じで、なんかそれぞれにタイプがあって、それさ、作品ごとになんか言い方が違うんだけど、まあそれの代表みたいな、その3タイプの代表みたいな、なんか難しいけど、なんかそういう、まあ要はアイドルマスター界の御三家みたいなのがね、いるんですよね。だから今回はこの3人ってことや。だから赤、青、黄色、まあ色的にはね、そういう風になんか分けられてるみたいなんだけど、まあ歴代そういう風にされてますね。はい。詳細見るか、でも。学年の1年生、7月2日で16歳、お羊座、A 型、左利き、俺も左利き、152、45、3サイズは、まあ、おのおのね、見てくださいと。いいえ、必ず達成する目標です。双子座、6月6日、もう少しやん、誕生日。私は褒められるのが好き。私を褒めてくれる人が好き。だから、ファンのみんなが。1年生、7月29、15歳、大牛座、大型、右手、156、40キロ。へぇー。これさぁ、
なんか今まで黄色の子ってさ、なんかどでかかったじゃん。なんか、まあある部分なんだけど。で、青の子が結構スレンダータイプ。青、ピンクの子が標準はちょっと大きいか。まあその辺の下世話な話はいいとして。ちょ、やべ。ずっと喋り続けるからちょっと待って。なんか、誰でもいいじゃないけど、どうしよっかな。左利きに運命感じたけどな、でも。左利きにしよう。事前情報はこんなところか。よし、スカウトに行こう。花見咲1年1組。入学試験出席の新入生、勝ち気で負けず嫌いな元アスリート。優れた身体能力は、全校生徒中上位 10% に入るほど、未経験者ながら極めて飲み込みが良く、成長が早い。既に完成されつつある能力は、大きな成長が見込めないようにも思えるが。これなんかすげえ完璧超人みたいなのが、なんかあれなんだね。赤色の子なんだ。第1話。あら、プロデューサー課の人が私にご用？あなたをプロデュースさせてください。もう、そのセリフは聞き飽きたわ。ま、仕方ないけどね。私が魅力的すぎるのが悪いんだから。なんか首席いたから挨拶してたのこの子だもんね。あなたのことを調べてきました。役に立てるはずです。他のプロデューサーよりも。本当に？じゃあ、質問。なんで私をプロデュースしたいの？可愛いか、歌が上手いか、ダンスが上手いか。知らねえ。この三択だったら歌が上手いとかダンスが上手いとか、まあ、わかんねえじゃん。でもあれか、さっきのムービーはそういうことだった、もしかして。あそこの場でこの子を選んだ場合、歌が上手いかダンスが上手いかは分かるのか。まあでも、この時点では分かんないから可愛いからにしとくか。分かってるじゃない。輝いてるから、いい性格してるから。もう何でも、何選んでもこうなっちゃうから。スポーツ万能だから、学業成績がいいから、扱いやすいから。マジ？あなたに決めちゃおっかな。では、この書類にハンコ。うん、ボイネー？ん？ちょっと待った！何か？なんかよくわからないけど、騙されている気がするわ。いや、そんなことないっすよ。そんなことは。どうぞ。運動神経抜群、容姿端麗、学業優秀。三つをそ備えてるな。入学試験で首席を取って向かうところ敵なしのこの私、花見咲には悩みがあるわ。それは何？本当に私のことを分かってるなら答えてみなさい。ちゃんと見てないといけなかったか。あなたは負けず嫌いな人だ。その通り。とても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 負けず嫌いで、自分が一番でなければ気が済まない人だ。うんうん、合ってる合ってる。勝つための努力を惜しまず、結果、多くの競技で成果を残してきた人だ。そうね。で、そんなあなたは今、このままでは負けると思っている。なるほど。確信をついた。もしかして、この本人でも知らないところを俺はついたってわけだ。そうです。大当たりよ。本当に、私のことをよく調べてきたのね。私は勝つのが好き、負けるのが大嫌い。だけどこのままじゃ、絶対に負けたくない相手に。絶対に負けたくないことで負けちゃうの。その相手ってのが誰なのかね。あなた、いいえ、プロデューサー、
私はどうすればいいのかしら。そうですね、あなたは多彩な人だ。例えばアイドル以外の道も。いやよ、夢ができたんだもの。世界一のアイドルになるって決めたんだもの。だからもう逃げない。負けると分かっていても言うね。うん、文句ある？いえ、全く。あなた、私の役に立てるって言ったわよね。ならさ、悪あがきに付き合ってくれない？でも1年生だよね、俺もね、プロデューサーも。お断りします。あなたに弱気は似合いません。勝つための手伝いなら喜んで。ああ、なるほど。なんか妹いるんだよな。なんか公式サイトのあの欄見てたら、なんかなんて、花見メイだったかな。熱い思いに負けないよう全力でサポートしよう。親密、親愛度、レベルアップ。こんなことで。プロデューサー君、今回の目標となる定期公演について説明しますね。初星学園には定期的に行っているはじめという公演があるんです。はじめ中間と最終2回の試験を突破することで、はじめに出演することができます。ただし、そっか、学園内でこうやってくってことなんだ。ああ、メインステージでライブをする権利を得るためには厳しい条件を満たす必要があるんです。最終試験の結果は特に重要です。さあ、思い浮かべてみてください。いくつものハードルを乗り越えた先、君の担当アイドルが大歓声の中でライブをする姿を。え、思い浮かべてんな、これ。俺、これ学園の施設なのかな。すごくない？だとしたら、いわここまで持ってかないといけないってわけだ。これがプロデューサーとしての務め。頑張らねえとな。どうですか？想像できましたか？汗まで想像したけど俺。その光景が現実になるよう頑張っていきましょう。ね、今週は何をするの？いやー、うわ、そういう気が。さあ、プロデュースが始まりましたね。今回の試験は特別に最終だけです。フォローするので安心してください。中間試験、最終試験、ライブ出場。試験に合格してライブ出場を目指しましょう。ライブに出場するためには中間試験と最終試験に合格する必要があります。試験に合格するためにはアイドルのパラメーターが重要です。試験に向けてパラメーターを育成しましょう。これなぁ、まあ、今までのやつもそうかもしんないし、でもあれかな、シャニマスっぽい感じなんかな。審査員がいるでしょ、4人か5人か。試験ごとに、審査基準があります。審査基準に合わせてパラメーターを育成すると試験に合格しやすくなります。アイドルのパラメータやアドバイス、審査基準はこちらで確認できます。今は、この、フィジカルがあれってことか。フィジカル？じゃあ、ビジュアルか。まずはダンスレッスンでダンスを上げましょう。今でも審査基準はビジュアルなんじゃん。ダンスでいいんか。ダンス2番目だから別にいいのか。移動中、目標クリアまで。はい、アサリ先生、いや、アサリ先生いいな。アサリ先生ぐらいの髪型が好きなんだから。クリア10まで。
クリアまでに必要なパラメータと現在のアイドルのパラメータはこちらで確認できますよ。レッスンでは決まったターン数行動することができます。今回は残り3ターンみたいですね。レッスン中にはこちらにあるスキルカードを選択して使用することができます。ファンサ早速使用してみましょう。アピールの基本パラメーターがプラス9で体力はマイナス4か。ダンスのパラメーターが上昇してレッスンクリアに近づきましたね。体力が減少していますね。スキルカードを使用するときには体力が必要になることがあります。次はこちらのスキルカード、選択してみましょう。これは体力使わねえな。レッスン中、あ、なるほど、休憩か。元気が上昇しましたね。元気は体力が減少するとき、体力の代わりに優先的に消費されます。あ、そういう系なんだ。レッスンの基本要素。パラメータ、元気、消費体力、発動する効果、スキルカード。へぇ。最後にもう一枚選択してみましょう。なんか左には決めポーズってすごい気になるけど。パラメータが10。パーフェクトは21。クリア。レッスンボーナス。なんか、あれに、あれなんかな。あれみたい。まあ、いろいろなゲームあるやろうけど。あれとしか言いようがないわ。レッスンクリアを見ると、レッスンの目標を達成すると、報酬を獲得することができますよ。この中が一つ選ぶベルみたいで、今回はこちらのスキルカードを受け取ってみましょう。パラメータープラス、好調2ターン。まあ今まで言えばスタンダードな能力だけど、なんか、能力的なこの好調2ターンっていうのもつくこともあると。レッスンの目標、はい。実りある勝負にしよう。ビジュアルが足りないみたいですね。ビジュアルレッスンがおすすめですよ。ああ、はあ、はあ、はあ。準備はバッチリよ。移動中。目標25。今回のレッスンでは、成功のコツを教えます。素敵なアイドルを育てるために、必要なことをしっかり学びましょう。マジ、チュートリアル？まあ、1から10までって感じか。ちょっと、まあ、わかんねえからさ、見ないとね。軽い足取り、うんうん。前回のレッスンで獲得したスキルカードが手札にありますね。選択してみましょう。好調2ターンっていうのがある。スキルカードの効果で好調がつきましたね。こちらの P アイテムの効果でパラメーターが上がりました。現在の効果はアイコンをタップすると確認することができます。紅茶の効果を見てみましょう。はい。パラメータ上昇量 50% 増加。うん、2ターン。紅茶を上がるとパラメータの量を増やす効果のようです。だから半分増えるってこと。つまり。所持している P アイテムの効果もアイコンをタップすると確認できます。なんだこれ。爆音ライオン、かわいいな。ターン開始時、紅茶状態の場合、パラメータプラス6。今持ってる P アイテムは好調と相性が良さそうですね。だから半分増えてプラス6増えるってことや。で、好調がついた状態でスキルカード選択してみましょう。これ20上がるんだよな。20上がってプラス10で 16? 36ってこと？あ、じゃあプラメーターが13上がるからその半分だから6か7かのプラス6だからもうほぼほぼ倍ぐらい増える。わかんねえ。愛嬌。好調のおかげでパラメータが大きく上がりましたね。レッスン中の効果はアイテムをタップすると詳細情報の確認ができます。Pアイテムの条件を、満たすと効果を発揮します。はじめから持っているPアイテムはプロデューサーアイテムによって決まります。水筒とこのライオンくん。ライオンくんのインパクトありすぎやん。これまで学んだ内容を活かして、できるだけたくさんパラメータを育成できるよう頑張ってみてください。
大丈夫、君ならできますよ。そう言ったらこの真ん中選ぶしかないんじゃ。レッスン1回お休みやけど、18も上がる。もう1回やってみようぜ。どう見せようかしら。こんな感じかしら。これくらい当然よ。クリア。62アップ。レッスンボーナス。ビジュアルが70上昇した。獲得アイテム。お？これ選べるのか。校長に。これのがいいんじゃんか。校長にいたん。でも体力マイナス4なんだよな。ねえ、今週は何をするの？体力 残りが少ないみたいですよ。アイドルを休ませてあげましょう。あ、休むはちゃんとあるんだね。プラス15。それ休まんとな、怪我とかするっしょ。体力が少なくなって休むで体力を回復して試験やレッスンに備えましょう。いよいよ明日は試験ですね。来たか、中間試験。あれ最終？ここで発揮しましょう。はい。明日は最終試験だ。万全な体調で挑んでもらおう。プロデューサー、よーく見てなさい。あ、これがアイドル衣装かな。ステージ衣装か。1位を取るのはこの私よ。おお、いいっすね。最初はこういう場所か。よろしくお願いします。もうちょっといいね。試験合格を目指そう。他のアイドルとスコアを競い、3位以内に入ると合格できます。ビジュアルは素晴らしいだし。いいね。でも、順番的には、ビジュアル、ダンス、ボーカルって順で、審査基準だから、まあ、ビジュアルが一番高かったら、評価が良かったらいいんだよね。レッスンと同じスキルカードを使用し、スコアを上昇させて順位を競います。こちらで現在のスコアと順位が確認できます。試験終了時、3位以内だと合格になりますよ。早速スキルカードを使用してスコアを上げていきましょう。スコアプラス10。こんな感じかしら。そうか、試験のこの試験上でもこの体力使うから、試験前休んだ方がいいんだ。レッスン時より大きく上昇してましたね、試験でパラメータに応じてスコアにボーナスがかかります。ボーナスはこちらで確認できます。単ごとにボーナスが変わるので注意してくださいね。あ、今ボーカルが最高と。それではあと3ターン試験頑張ってください。試験では単ごとにスコアにボーナスがかかります。パラメータが高いほどスコアボーナスの値が大きくなります。ちゅうことは、元気プラス2、ボーカル。いや、なんか、こういうの挟んでもいいんちゃうの？知らんけど。どうせボーカルって、そんな大したの、あれもないし。あ、元気つくこともあるけど、ないこともあるか。試験中一回休み。あ、校長つけるかな。来た。で、ビジュアル。ビジュアル校長2ターン。まあ、これでもいいかな。ビジュアルは高いの選んでいいんちゃう？まあまあの結果ね。あ、3位に入ったんだな。オッケーオッケーオッケー。しおり、かおり、マリア。そりゃ負けんのが嫌って言ってんだから、一番じゃないとダメなんだな、この子は。初めてのプロデュース、お疲れ様でした。今回の結果が出ましたよ。サイ。知ってるかな。おめでとうございます。この後、アイドルのライブがありますね。しっかり記録を取ってあげましょう。なにこれ。ライブ中は最大20回撮影できます。アイドルの姿を記録に残しましょう。まず最初ね。めちゃくちゃ大変じゃん、それ。よし。ベストショットなんて俺にはわかんないけど。あ、これ。近づけるわ。遠いところからのアングルも、2カメ。あ、そういうこと。
なんか適当に。ちょっと、どういうカメラのあれがあるか。だからどこ顔が映ってないのも、終わりより。あれ、歌詞オフとかあるわ。オンにしてみる。いやー、わかんない。最初だから。下手にも程がある。アイドルの成長によってライブが変化。プロデューサー結果とアイドルの成長によって出場できるライブが決まります。プロデューサーの結果をメモリーとして獲得することができます。ああ。メモリー。メモリーにするとフォトを選べますよ。好きなフォトを選択してみてください。まあこれが一番いいか。俺の中で映りがいいわ。これとこれとかも意味わからん。生成。ああ、そういうこと？あ、なるほどね。あ、シャニマスだともうカードのね、ビジュアル決まってんだけど、自分で制作するみたいな感じなんだ。なるほどね。ファンサ。中間試験クリア時に獲得、パラメータプラス10。コンテスト。なんたらライオンの。メモリー生成完了。プロデュース完了。お疲れ様でした、プロデューサー君。初めてのプロデュースはどうでしたか？いやー、なかなかでも実りある時間だった。できるんです。担当アイドルが成長するために今何をするべきなのか、スケジュールを確認して最適な方法でプロデュースしてあげましょう。さて、今回のプロデュースは野外でのライブでしたね。このライブは定期的に開催されています。何度でも挑戦してどんどんアイドルと成長していきましょう。いい成績を残すと行動で最高のステージライブができますよ。結局試験と同じみたいなもんか。もちろん簡単なことではありませんが、君が育てたアイドルならきっとたどり着けると信じています。アイドルがステージで輝けるよう導くのがプロデューサーの役目。素敵なアイドルに育てられるよう頑張っていきましょうね。やってやろうじゃねえの。プロデューサーレベルがアップ。ファンサリズミカル。これはエナジードリンクみたいな、エナドリみたいな感じが。プロデューサーレベルを上げよう。プロデューサーレベルが上がると新しいスキルカードや P ドリンクなどが解放され、プロデュース中に登場します。花咲、花見咲。3位最終結果、プロデューサー評価は F。初回ダウンロード。なかなか大きいじゃねえの。入学記念。初日だからな。うわぁ、リセマラとかあんだろうな、これ。何回もやり直しみたいなシャニマスのあの機能欲しいな。ゲームセールスランキング1位。おぉ、プラチナ10連ガチャチケットプレゼントイエ。ほほほほ。SSR プロデュース獲得可能。俺のプロデュース人生始まる。俺ね、アイドルマスターはね、もうちょっと長年、もうここ2、3年は離れてたんですよね。まぁ、ちょっと、休憩期間じゃないけど、ちょっと追えなくなってきて、ちょっとやめてたんですけど、まぁ、これの機にちょっと始めようか、久しぶりに。初星学園入学記念。一人獲得。あ、確定でってことか。一人選んで獲得できますよ。まあ、そりゃ、ま、自分のさ、これもうさ、あれなんだ、ソロ曲あんだ。えぐ。
自分が選んだアイドルの SSR を選ばなかったら なんじゃそりゃってなるから、この子選ぼうかなとは思うけど。あ、ガシャはガシャで選べ、やれんだ。48時間限定。これは優勝か。これリセマラできるわけないよな。まあ、一回先にこっちを引いてから、のがいいんだろうな。はい。まあ、それは裏でやっとくわ。ガチャ結果を載せんのがあれなのかもしんないけど、それは裏でやっとくわ。20年引けんだな。え、知らん子いるけど。何かをプロデューサーも一緒に話しません。ホーム、アイドル、知らん。まだこの子しか知らんのに。なんか面白いなって。まあ、チュートリアルはちょっとやってみただけなんですけども、今後もちょっとやっていこうかなという感じ。動画にするかちょっとわかんねえな。一応今回ちょっと初めてということでやってみたんですけども。才能開花。そういうのもあんのか。何いるの ?1,2,3,4,5,6,7,9 人か。まあ、9人だけど、なんか公式に載ってるキャラクターはもう何人かいるんだよね。多分その子たちもいずれは、みたいな感じになってくるのかな。それこそ妹とかね、出てくるんじゃねえかな。まあ、それ以外にも、まだ知らぬ、紹介されてないアイドルが追加されていくと思うんですよね。シャイニーカラーズ。チャニマスみたいな感じでね。はい、ということで、またね、動画にすることもあるかもしれないんですけど、その時はよろしくお願いいたします。はい、ということでチャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。